サナちゃん見てる、くるぶしです。チョモラです。始まった。何する今日は。もう今日はね、何するの、まあ、チャンネル解説しても、ね、わりかしこう落ち着いてきたというか、1ヶ月経ったで。あ、早いね。早意外と早いな。伝説のね、カバー動画からもう1ヶ月ですよ。本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当にね、もう激震のカバー動画ですね。で、今日は何をするかというと、まあ、そろそろね、まあ、この2人のですね、テーマソングというか、エネマグラ以外に、エネマグラは、あれは作品なので、まあ、あれは作品です。でもこのチャンネルのオープニングに流すような曲を、なるほどなるほど、2人で考えていきたいなっていう、なるほど、動画を、いいや。なんか、こういう曲がいいみたいなのないですか、オープニング、オープニングか。オープニングやったらやっぱあれかな、なんかちょっとテンション上がる感じがいいな。テンション上がる感じ、じゃあ、ね、早い感じの曲とか。あ、そうやね、もうなんかボイボイ言ってるやつにする。フォーアイみたいな。それ分かります、その曲。なんかディ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 どんどん、こんなんどうみたいな。こんなんどう、即興でね。あ、いいですね。なんか50歳ぐらいのフォークやってるおっちゃんが弾きそうなコードです。あなたはもう忘れたかしら。完璧にそれ人の曲やけど。なんかなんかやってよ、ブッシー。セミの抜け殻を握りつぶすように。待って、ちょっと待って。僕らの歩みが始まる。ちょっと待って、サイコパスすぎる。なんかこう、あとはセミの抜け殻を握りつぶすように僕らの歩みが始まる。やばいよ、小3まで、小3までね、それ許されるの。小3まで、セミの抜け殻やー、みたいな感じ。いや、俺らもう、ええ年やからさ、もうそうやね、俺らがセミの抜け殻こうやって見つけて、くしゃくしゃくしゃーって歩み始まってたの。もうほんま最後パスや。あと、チョモちゃんが言う、フーアイズバイチョモラダイコムシクジョシャダイ。いいね、好き好き。これはでもミクスチャーバンドや。そうやな。俺個人的にそういうの好きやからな。どうしてもちょっと偏ってしまうけどな。なんかまあもうでもやっぱ分かりやすいのがいいよね。まあね、もうなんか一回聞いて覚えれるぐらいの感じがいいよね。ああそうだね、うん、ヒカキンヌンノーノーノーみたいなよね。みたいな。プロレスに塗るのどうみたいな感じで。そうやね、そうやな。そう、なんかじゃあもう名前が前に出る感じの。そうか、じゃあクルチョモが出る方がいいよね。そうだね、なるほど。TV TV じゃなかった。引っ張られてるよそれ。引っ張られてる。ヒカキンの引力に引っ張られてるよそれ。クルチョモチャンネル Everyday Everyday。いいね、あれ C だったんだね。いいな。
なるほどな。今のところそれが今最有力候補です。くるちょむチャンネルですね。ただやっぱ俺らエブリデイじゃないからな。そうなんだよね。だからウィーク2やな。そうだね、ウィーク2。ウィーク2やから俺ら。そうだな、うん、でもやっぱすごいな、なんか実際こうやってやってみてさ、うん、ウィーク2でもまあまあ大変やけどな。思った、うん、マジで毎日の人らエグいわ、すげえわ本当にね。ほんま僕だからこれを仕事にしたいの無理やで。確かに、うん、だから俺らもちゃんとこれがちゃんと仕事になってきたら、うん、ね、回数週ウィーク3ウィーク4 ね、そうだね、やっていっても全然あれやけど、だから僕らがこう毎日あげるかっていうのは、うん、あの皆さんの登録者とかあのいいねとかのコメントとかね、いろいろ応援の、いやあの限り応援の、ね、があってのことなんで、もしねこいつら毎日やらせようって思ってくれたら、いやほんまにね、そういうねドイツの方がね、ドイツや、俺らドイツやからね、もう最後俺ら多分ねもうネタなくなって性転換すると思う。グッジョシャーラー。いやマジで本当にあれどこの国でやってくれるんやったっけ、はい。2人で性転換してきた。やばいやばいね。あの牛。どんどんちょうだいよ。そうだな。あ、じゃあ、でも普通に分かりやすいので。うん、で最後セブンスで終わるっていう。ああ、おしゃれやね。おしゃれね。いいんじゃないですか。これあのくるくるちょもちょもちょもくるちょもちょもで最後、うん、ハイのハモリで、うん、今日もいい日いい日だねみたいな、うん、でじゃって終わる感じなんで。今日もいい日だねのメロディーもう一回教えて。くるくるちょもちょもくるちょもちょも今日もいい日だね。わくるぐるちょもちょもくるちょもちょも今日もいい日だね。いいんじゃないですか。わ、割と良さげな。あ、いいね、これで始まるんだよ毎回。そう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 。で、これでなんかこうバーンって最初出て出てで、サナちゃん。あのサナちゃんっていうのは僕、あの前が言ってますけど、あの僕の大好きな大塚のピンサロジョンのことで。で結局、はい、こんだけやってるけど、はい、サナちゃんは見てるの？いや多分見てないって。俺もね5年ぐらい行ってないからそこに。なるほど。そう、在籍してるかどうかもう分かんないんですよ。なるほどな。だからもうあの源氏名じゃない普通の方に戻ってる、ね、かもしれないし、もう結婚してるかもしれないね。あのもし心当たりある方はこちらの概要欄のあの概要欄メールアドレスまで、ね、そのサナちゃんの今を知ってる人をね、ぜひ教えてください、ね、あの僕個人としてはそのサナちゃんの歌も作ってるんで、うん、すげえ。ステンドバイミーっていう歌なんですけど、まあ、またちょっとそれはね、はい、じゃあこれでとりあえずね、あのしばらくオープニングテーマとして、うん、ちょっとしっかりしたものをちょっと一回作ってですね、そうだね、またね、発表しますんで。そうだね、はい、じゃあくるちょもの、テーマソングを、今回は作ってみようの、動画でした。じゃあちょっと最後にもう一回だけやろう。あ、やりましょう。じゃあラストにいきます、はい、ワン、ツー、スリー。
もー